すごくもう普通に隣にいてもめちゃめちゃイケメンじゃないですか。2枚目だし、うん、で見てると目が全然違いますね。圧倒的に目力がこれね本当にね目の前で見ていただきたいぐらいです。すごいめちゃくちゃスーツとかもこんなにビシッとかっこよく着てる人なかなかいないですよ。だって僕本当にあのファッションのプロでずっと20年ぐらいやってますけど、すごいきちっと着られててなんか、ね、靴も綺麗に手入れされてて、後で全部聞きますからちなみにスーツはどちらのなんですか。でもね、これオーダーで作ってて、やっぱりオーダーなんですよ、オーダーメイド、はい、どこは、まあ、本当にあの大阪で、はい、まあ、小さくやってるテーラーでですね、まあ、自分もそれこそ10年11年前ぐらいに知り合ってから、もうずっとそこで、自分が20代の時とか、30代もうちょっと若い時とかって、なんか試合に優勝したらおじさんとかって、野村君よう頑張ったなって、スーツ作ったろって言って、スーツ作りおじさんって結構いるんですよね。あ、そんな人いるんですよ。そうだから自分で、まあ、自分の手、ね、使ってるとお店に連れて行って、こうスーツを自分に仕立ててくれて、これ着て頑張れみたいな感じで、そうやってスーツ、オーダースーツを作ってくれるっていうのは結構あったんですけど、やっぱりどれも合わないんですよ。やっぱり生地によってとかね、生地の硬さ、生地の厚みによって、同じね、そのサイズでもやっぱ着た感じでね、違いますからね。もうそうなったら自分も徹底的にここ違う、ここ違うって言って、でもこんなにピシッと着てる人ってファッション業界でもなかなかいないんですよ。でストイックじゃないですか、グレーのスーツに白いシャツに黒いタイなんて。なんかスーツでオーダーして、でオーダーするのが好きでってなると、ともするとみんな派手な方向に行くんですよ、うん、こうはならないんですよね。シンプルな感じが好きなんですか、ストイックな。まあシンプルも好きだし、で今日はね、だからシンプルなやつとちょっと派手めなやつ2つ持ってきてて、最後はマネージャーからシンプルでいきましょう、はい、あ、そうなんですね。なるほど。だってフォルザスタイルが提案しているあのビジネススタイルってまさにこれが一番基本形というか、一番かっこいいとしている、まあ言っちゃえばダニエル・クレイグのスタイルと一緒なんですよ。グレーのスーツに白いシャツに黒いタイプ、007ね、もうまさにこう TB フォールドで入れてたりとか。すごい恥ずかしいな。いやいや、突っ込みますよ、これは大事なこと。あの柔道をやることについて、はい、99% は辛いと、はい、でも残り 1% がすごくやっぱりそこがあるからこうやってられるみたいな、はい、ビジネスマンみんな辛いこともいっぱいあるんですよ、はい、そこをこうどうしたらこう乗り越えていけるかっていうヒントをね、いただきたいなというふうに思うんですけど、まあ本当に小さくてもいいから、まず一つ成功体験を得る、結果が出るということはすごいハッピーなことではあるけど、それ以上にやっぱり自分ね、自分だったら金メダリストという肩書を背負って、やっぱプレッシャーとか、やっぱ真剣になればなるほど辛いこと、孤独とかね、プレッシャーとかいろんなものを感じるんですよね。ただけどこれに負けずに、時にやっぱり自分の弱さとかね、自分の弱さを知ることも大事だし、まあ、それを受け入れて、やっぱそれを克服するために、前に進んでいく。この先にどんな自分がね、言われたけど、どんな自分が待ってるんだろう、まあ、そこを楽しみにするしかないんですよね。なんかその自分のセオリーみたいなのってあるんですか。セオリー、哲学でもいいんですけど。何があります。僕ですか、はい、最短で行くのが好きなんですよ、僕も、はい、あんま無駄な時間が好きじゃなくて、で最短で最大の効力を出したいなという、はい、僕ブルース・リーが大好きで、はい、ボクシングだと右利きだと大体こう右をこう下げて、はい、で左 でジャブ、はい、でこう振りかぶって右を出すって、ストレートを出す、はい、でもブルース・リー先生の場合は右を前に出して強い方を、はい、いきなりボンバンって出すっていう、この振りかぶる無駄な時間がエコノミックモーションっていうんですけど、それがないっていうのはもう非常に僕感銘を受けて、だからファッションのスタイルも僕無駄なものをなるべく買わないようにしてですね。休めないやつは弱いっていうふうなね、話もされてると思うんですけど、どうですか実際、ね、いろんな、ね、あの選手見てきて本当にまあね、だから栄養管理とかね、はい、全てにおいて本当に自分の中で見てても練習も含めてね、本当にストイックなやつっているんですよ、うん、ですごいなこいつはって思う奴いるんですよ、うんうん、そういうやつほど本番に弱かったり、最後のギリギリの勝負で弱かったりするんですよ。
で逆に自分がやっぱり強いなと思うやつらっていうのはもちろんやるときは徹底的にやるんですよ、とことんやるんですよ、その分パッと自分を弾けるときはね、弾けて楽しい時間は楽しい時間、よく言うオンとオフの切り替え、これが本当にうまくできるやつっていうのが勝負時っていうのは強いんですよね。いい練習、いい毎日送ってたら休む勇気って持てるんですよ。なるほど。で自分も、ね、あの年重ねてね、もう30代中盤とか後半になって、だんだん休む勇気ってなくなってきたんですよ。であれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、出てきますよね、いっぱい出るんですよ、ね、けど結局あれせなあかん、これせなあかんって本当に大事なものが見えなくなってくるんですよ。なるほど、ね、結局時間だけ、時間だけかかって、しかもいろんなことをするから 体の疲労も抜けない、でそれが蓄積していってまた違う問題を生むっていうね。なるほど。だからね、先ほど言われたそのやっぱりベストはやっぱりね、最短の時間で最大の効果を出すっていう。なるほど、これやっぱ最短の時間、自分がやったら最短の時間で本当に集中していい稽古をする、短い時間でとことんバッて必要なねトレーニングを積む。ブルース・リー先生と一緒ですね。そうです、先生と一緒です。じゃあまた来てください。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。